はい、どうも、ナトだよ。今回は、スプラローラーコラボを使って、ガチマッチやっていきたいと思います。はい、スプラローラーコラボといったらね、B コン駆使した立ち回りって感じなんだけど、まあ、今回は、B コン強化の、サブ性のアップのギアをたくさん積んでます。まあ、ギアはこんな感じです。はい。で、一応わからない人のために説明すると、B コンにサブ性のアップのギアを積むとね、B コンに飛ぶ速度が上がります。なので、まあ、ビーコンって基本的にデスした時に、デスして復帰した時に使うことが多いので、まあ、実質自分含め味方全員の復活時間短縮みたいな感じになります。なので、ガンガン、キルしに行って、たとえデスしたとしてもすぐ戦場復帰みたいな感じです。特に今のステージ、タチオパーキングなんかは、リスポーンからエリアまでの距離がすげえ長いので、ビーコンの効果がめちゃくちゃでかいです。で、さらにサブ性能の効果も付け加えて、本当に相打ちは基本的にアドバンテージになります。さあ、これはカウンターイカスフィアで、後爆発。基本的に、対イカスフィアは、後出し爆発の方が、後出し爆発すると、あんな感じで、爆発した後に、自分の爆発でやれるんで。まあ、タイミングちょっと難しいけど。さあ、ここは、デスしても、この速度。もう 1.3 でも、とんでもなく速いからね。この、ほら、今のとか、多分ね、今の、OK。今の、味方のカバーとかビーコンの復帰速度があったからこそのカバーキルができたわけで、本当にねビーコンは強いんだよね。特にタチオは、はい、行きます。特にねこういうステージは味方も使えるっていうのがポイントだからね。自分だけにこれはちょっとやばい。1枚やるけど2枚やるけどこれはモールなんだな。まあ OK、 2枚やって、はい、これ見てみんな、さあ、これ B コンに味方が飛んでます。で、味方 B コンに飛んだ味方がキルをしてくれる。これが B コンの強さ。サブ性の B コン、オールダウンしたんだよ、今。見たでしょ、みんな。多分巻き戻せば分かると思うんだけど、一回オールダウンしてんだよね、こっち。オールダウンしたにもかかわらず、ビーコンのおかげで、しっかりとまた打開ができる。これがビーコンの強さ。マジで、いいね。今の打開はね、本当にビーコンのおかげで打開できたと言っても過言ではない。っていうか、ビーコンのおかげで打開できたね、今。そしてしっかりこれはカバーキルしていって、ちょっと味方やられちゃったけど、相手か。2-2。まあ、OK。ここで2枚持ってって自分デスしたとしても、ビーコンでね、俺と味方がデスした。すぐ復帰。あ、でも味方、ビーコン使わずに味方に飛んでる。ビーコンに飛んだ方が早いのに。じゃあ行きます。あ、でも相手にもビーコンいるからね。相手はドラコラか。でも相手のドラコラはね、サブ性能積んでないっぽいんだよ、メインには。多分俺の方が、あ、何か、ここに打ってくるか。ビーコンの速度は俺の方が速い。さあ、デスしても落ち着く。すぐ復帰できるから。あ、ただ味方1枚やられちゃったんで、ここはゆっくり行きたいけど、ここは趣旨したいね、なんとか。ここでやられちゃったらやばいかも。OK、1枚やる。あぶねえ。まだいるな。OK、さあ、しっかりと。今のはビーコンのおかげで入ったけどね。ビーコンの周りに、マップにはね、ビーコンの周りに敵が映るんで、レーダーとして。それ見て今、敵いるの分かったね。クリアリングにも使えるんだよね、ビーコンは。結構優秀。さあ、これは左高に、敵の左高にビーコンがあるので、おそらく左高から、うわ、マジか、ゴン強。おそらく左高から打開してくるかな。相手のビーコンがあるときはね、まあ、そのビーコンの方から敵が来るっていう予測もできるから。相手にビーコンいるときはそういう考え方もある。あぶね。さあ、1枚持っていく。さあ、ローラーやって、けどこれ1回で慣れちゃうな。カウンターかっていうんで、ここはちょっとゆっくり行きたいね。味方、オールナイス。キルでかいな、味方の。さあ、そうしたら一回リアヌルか。一回リアヌルなんか降ってきた。ちょっとやって、さっぱ落ち着いてビーコン生やします。さあ、ビーコン生やすことによって、自分含め味方、デスしても、ちょっとは大丈夫。あ、ナイス。さあ、しっかりと。しっかりとカバーキルしていく。イカスフィアは爆発した終わりをしっかりみんなに狙えば大丈夫。これは。いや、出ねえか。一角出ねえか、今の。あ、でもこれ、ナイス。味方のナイスドラマでカバーがされていく。さあ、ビーコン飛びます。いいね。ちゃんと味方が使ってくれてるから。オッケー。さあ、ビーコン生やします。やばい、この試合めちゃくちゃビーコン生きてる。さあ、ここにも生やして。うわ、見てるか。いやー、見られてたね。でも味方がカバーしてくれた。オッケー。さあ、自分をおとりにして味方がキルしてくれたんで、まあ、11交換。なので、実質アドバンテージです。こちらはすぐビーコンに復帰できるから。あ、これでも死んだかも。いや、これは無理だな。ごめん。いやー、これ打開だな。
さあ残り15秒、まあこれは落ち着いて打開したいね。打開すれば勝ちだけど、やばいかこれ、言い込まないから、ちょっとこれはちょっと落ち着きたいね。さあ味方でも一枚キルしてくれた、このローラーやったらでかいけど、やんねえな。 OK、 ローラーやった。さあ敵に落ち、これはもういや塗ったら勝ちなんで、生かすか溜まったか、これでやって、あ、オッケー、味方が塗ってくれた。77、ナイスー。はい、ということでね。ということでねって、まだやるけど、こんな感じでね、サブ製のビーコン、特にタチオみたいにリスポーンから、中央までね、距離が遠いステージは本当に強いのね。はい。めちゃくちゃ強かった。この試合は本当にビーコン来たと思うわ。ナイス。はい、マッチングいたしました。ザトーマーケットの。キャッチエリア、よっしゃ、ってくぞ。さあ、編成はノバ、ザップ、で、洗濯機、ロラコ、いいね。前線ゴリゴリ編成なんで、まあ、前線ゴリゴリの方が、まあ、お互いね、キルデスが増えるんで、ビーコンがより活躍しやすいと思う。ただ、ちょっとザトーマーケットはタチオに比べたら、ちょっと、そこまでビーコン生きないかな。まあ、それでもまあ、復帰時間は多少早くなるし、マップで索敵できるんで、全然弱くはない。だってこれ一回ダメ打って後ろ見ます。これはこれやろうよ。とりあえず、おお、なんかいる。オッケー、ビーコン生やしてしっかりカバー切る。もうちょっとリカセア溜まるんで、ここ頑張って抑えキルを入れていきたいところだね。さあ、チャー、おいるじゃん、ここ。あ、ナイス、オッケー、ビーコン気づかなかった。さあ、こっち行きます。こっちで爆発して、さあ、ここ1キル欲しいな、取れるかな、無理だな。行きます。で、一回ビーコン生やすか。田植えします。田植えして、どうしようかな、これ。キル狙いたいけど、もう相手多分スペシャル貯めるフェーズかっていうから。これワンチャン旋風キル。こういうスーという旋風キルが刺さるんです。オッケー、味方と。さあ、これノックアウト狙えるな。さあ、敵ローラコラと、ただスペシャルが来たな。さあ、どうしようかな、これ。さあ、当ててる。さあ、生かすよ、溜まっちゃったな。あれ、これ。打開されそう。こっち塗り弱えから、あー、これ打開されるな。ワンチャン粘るけど無理だな。塗りが弱いからな。味方のクロ、あー、マジか、うまい。味方のクローズアップがさ、落ちちゃったら結構塗り負けしちゃうね。もうキル狙わないといけない、味方のクローズアップの人が落ちたら。だからイカメーター見るのめっちゃ大事だな、これ。やっぱビーコン生やして、やっぱビーコン強いね、狭いステージでも。うわー、うまい。いや、5-2強っ。鬼のキルタイムエグいんだか。さあ、だがしかし、これ右の敵カバーしてあげたい。でもいらなかった。俺のカバーはいらなかったみたいです。さあ、ビーコンある。場所。敵にもさ、ビーコンあるとさ、自分のビーコンか敵のビーコンかわかんなくなるんだけど。これコロコロして、行く。これカウント余裕あるんで、ちょっと無理せずに行くか。うわぁ、無理せずに行くかって言っても、その抜きはちょっとうますぎるわ。あ、これビーコン壊されそうですね。多分、アバマちゃんは、いっちゃうかな。お、ナイス。でかいですね。さあ、打開できそう。これ一回で塗りたいな。一回ペナルティをつけた。オッケー、ペナルティをつけていく。で、ビーコンを生やして、左奥にいて、来た。うぅ、やばいこれ。危ね。スピード強いな。さあ、相手生かすやつ。俺も生かすやで。じゃあ、ちょっと、ぐるぐるして、ナイス、オッケー。いやー、ちょっと待って、これ、いや、インカーバーで位置バレてたわ。今、沼すぎるわ、俺。俺、潜伏してるつもりだったけどさ、もう、思いっきり光ってたわ、今。何をしてるの、今。俺、完全に俺、潜伏してる気分だったわ。思いっきりキラキラ光ったわ。なんでバレたんだって思ったら。どうしようかな、これ。これ、一気に狙いたいね。うわ、あぶね、ファミエム出た。ありがとう、味方。味方からナイスいただきましたー。ゴーリラー。いや、こう、ゴーリーが強え、マジで。本当に強すぎだろう。あ、ナイス？ビーコンピに飛んできた敵やる。いいね、このロラコラ、ビーコン武器使うと、前線ビーコン武器使うと、この、スピード感がね、あれだよな。この気持ちいい。ゲームスピードがすげえ速くなるから、ガンガン前から、ね、楽しい。たぶん、塗りが弱いから、これやりたい。あ、ごめん、いや、今のやれてねえの。硬いわ。防御力アップ積んでない、早く。
どうしようかな、これ。1キロ欲しいけど。味方のスピード、あー、クローズアップが落ちちゃったな。ちょっとピンチか、これは。リッターやった。オッケー、リッターやった。でかいね、これ。リッターやって、ちょっとこれ、ガスフェアで生存して、1回で塗りて。塗れるかな？オッケー。エリア塗れたら、ラッキー。さあ、これ潜伏キルでキル狙いたいけれど。うわ、外したー。ごめん。うわー。外してしまった。あと30秒。怖いなー。全然あるよ、負け。相手の武器が強いから。必戦リッター5人って相手の武器強いからさ、全然負けある。抑えられたら。で、確実にスペシャルは貯めたいな。やべ、こっち誰もスペシャル溜まってないから。味方まだ無理しなくていい。あ、やばいかも。これは、あ、任せ。俺がヒーローになる。生かせよ、溜まった。来ないか。来ないな、落ち着い。オッケー、インカムでか。さあ、これは、おーヒーローになる予定が、俺何もしなくてよかった。ヒーローになる予定が、なんだ今、吸盤とさ、味方の炭酸ボムとさ、もうなんか一気に濡れたな。俺何もしてないんだけど、最後。ナイス。あ、でもやっぱタチウオに比べるとやっぱビーコンがあまり生きないね。でもまあ、まあまあ生きた気がする。ナイス。はい、マッチングいたしました。ザトーマーケットな。ガチエリア、よし、やっていくぞ。さあ、3戦目も頑張ります。さあ、編成はリール、ロンギ、ボールドマーカー7。ん、なんか編成弱く見えるけど。気のせいかな。弱そうだな。多分、すげえ味方、早速1枚気にしてるわ。てかね、俺、最近思うんだけど、3戦とも、この、タイトルにある武器を使うか、1、2戦はそのタイトルサムネの武器使って、3戦目はなんか違う武器使った方がいいかな、悩んでんだけど。でもね、3戦目は違う武器使った方が良さそうやね。1、2試合目でなんかもう十分感あるよね。はい、まあ今日は3戦ともロラコラにするけど。悩むんで、いつも。皆さんどっちがいいですか？もしよかったらコメントで教えてくださいと。さあ、これ潜伏します。先っちょ潜伏から、こんにちは。あー、マジか。マジ、5人マジで強いな、ほんと。5人ガノン、多分2で上がりすぎたから、3では弱体化入ると思うけどな。まあ、これは、味方2落ちしてるんで、そそくそポジションだけ取っちゃっているな、これ。聞くけど、これピンチ。あ、そっちか、ごめん。いやー、今のうまいな、それ。ポニョの煮付け、おい、ポニョをいじめないで。ポニョって多分あれだよな。あの、ジブリのポニョってな。ポニョを煮付けにしないで。味方強い。煮落ち。一発当ててったにしっかりやっていく。さあ、一回ね、塗って。さあ、これビーコンお囃子タイムして、アウェイをいたしまして。こういうとこにね、こういうとこにビーコンを置いとくと、かなりよく。おとりビーコン。ビーコン壊し機に来て、そのビーコンがヘイトになったりするから。これ無理だな。まあ、一応今回メイン1だけ、サブ性能積んでるから、あ、サブ性能じゃ復活短縮積んでるから、まあ、一応連続ですしてもちょっとだけ保険はある。サブ性能とね、復活短縮相性があるからね。サブ性能と復活短縮で、さらに復活時間早くなる。デスのリスクがすごく減る。どんなに上手い人でもね、一試合に、まあ、武器にもよるけど、特に前線武器使ったらね、どんなに上手い人でも、何ですかするからね、絶対。どんなに上手い人でも。だから、ね、プロゲーマーとか、まあ、俺とかね、プロゲーマーじゃない一般ピーポーたちはもっとデスするわけですよ。なので、そのデスを、必ずするデスのリスクを減らせるっていうのは、やっぱり負担サブ性能ともに強い、弱いわけがないんですよ。これはもう抑え切って勝ちじゃねえか。これは、しっかりやるけど味方落ちちゃったから見えなかったね。いやー俺ら塗りがいや惜しいなー、あと1か。まあでも今のさ結局塗り合ってもローラーだから塗られてたし、まだ綺麗にやってよかったな。まあ、噛み合わなかっただけだ。相手が上手かったね。相手がしっかりカウント1で止めるっていう動きをしたのが偉かった。はい、しっかり1枚やっていく。やりたい。 OK やる。さあ任せておりますピンチはチャンスです。ローラーはほんとピンチをチャンスに変えれる武器だから。さあ、
誰かーこれ倒して、誰か、ナイスすぎるナイス、俺のカムにしっかりついてくれた。これが腕前 X です。どうなんだろうね、やっぱ腕前高いとこういうことあるけど、その腕前がまだ高くない位置だとやっぱカモンとか押しても来てくれないのかな。腕前クソとね、特にこうある程度レート高くなってくるとカモン押したらしっかり来てくれるよ。頼もしいわ味方が。たまにちょっと変な立ち回りする人もいるけど、あこれまた潜伏かとっちゃったな。いやこれまたノックアウトできそうできねえな、相手がうめえや。危ね、オッケー、さピンチやチャンス。ただ強人が強い。いやすげえな動きが。いや本当に今みたいなのがねローラの強さだよね。一見ピンチに見えるけど、もう近距離で一角出せるから返り討ちにできたりするんだよね、当てれたら。あれローラの強いところだよ本当。オッケー、しっかりとこのスピード感、敵見つけたら突っ込む。ウッタンとかサブ製のビーコがあるからこそ突っ込めるんですよね。あれのベースが軽いから。オッケー、しっかり味方のカバーで短キルかましていく。さあ生かせたまったんで結構強気に行きたいでござる。強気に行きたい。さあ、オッケー、でかすんに。これはかなりいい。これも勝ったな、多分。相手間に合んないです。あとはここら辺適当に系統稼いでおけば勝ちと。はい、ってことでね、今回はね、スプラローラコラボ、サブ製のギアを多めに積んでやってみました。本当にね、前線武器とか復活時間が早くなるっていうのはね、純粋に、てか、もう弱いわけがないのでね、ぜひ皆さんも使ってみてください。もしよかったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それでは、さよなら。